今日午前、江別の隣の南幌町の道道で大型トラックと軽乗用車が正面衝突し、軽乗用車の男性が死亡しました。今日午前11時ごろ、南幌町南19線の道道で大型トラックと軽乗用車が正面衝突しました。この事故で軽乗用車の50代とみられる男性が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡しました。トラックの運転手は足の痛みを訴えているということです。現場は田畑が広がる郊外の片側1車線の直線で、警察官が現場に駆けつけた時、路面は乾燥していたということです。警察はどちらかが反対車線にはみ出したとみて、当時の状況を調べています。